はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ12時ですね。こうまったりとした午後につなげて生きていきたいなという感じでございますけども、はい、ザクザクでございます。夕刊フジのネットメディアですね。2月18日、嫌がる橋本聖子新会長で無理やり一本化、森氏院政へ、五輪組織人事問題、批判紛失で再び空中分解の危機、嫌がっているのに無理やり押し付けてどうするつもりか、東京オリンピック過去五輪、パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会は17日、辞任を表明した森喜朗会長、過去83の後任を橋本聖子五輪賞56に一本化。橋本は過去にセクハラ騒動などを抱えていることから就任を誇示していたが、外堀を埋められて自宅せざるを得ない状況に追い込まれている。橋本氏ありきの密室決定との批判や、橋本氏が森氏に近いことから院政との批判が早くも噴出。橋本新会長が誕生してもドタバタ続きの組織は再び空中分解の危機があるですね。まあこれ長く続くんですけど、まあこんなもんでございまして、どう言いましょうね。橋本さん OK になったという記事が今日出てました。まあ受けざるを得ないんでしょうね。参議院議員をお辞めになるのかもしれませんね、これでね。でもなんか6人ぐらいお子さんいらっしゃって、収入の面でも大変やんということらしいですけども、これ、どう言いましょう。五輪がね、来月中止になったらどうなるのということですね。なんと言いましょうかね、やるにしてもね、五輪強行するにしてもね、それはできなくはないと思うんですよ。にしても無観客とかになるわけでしょ。で、参加国が非常に少ない寂しい大会になりそうやということですから、どっちにしろ、やるにしろやらないにしろですね、茨の道やんと。それは受けたくないでしょうね。その森さんちゃうの、その橋本聖子さん、受けたくない。まあ元五輪選手ですけども、メダルはお取りになってないはずなんですね。ほいで、まあなったとしても、このどう言いましょうね、森さんに非常に近い、森さんが政界の父やというふうにおっしゃってるような方でして、橋本聖子さんにそんな悪いイメージってないんですけど、ただ例のセクハラ騒動がありまして、もう昨日から盛んにネット上で出ていますね、ネットメディアで。まあちょっとピンボケした写真ですけども、橋本聖子さんが高橋大輔さんですか、フィギュアスケートの選手にキスを迫ってるというね。まあなんともう時点で、でも なんていうか、橋本聖子さんって6人の お母さんなんでしょう。でそういうことをね考えると、爽やかなイメージで写真出され続けるっていうのが、ね、ご本人嫌でしょう。でこういう話にならへんかったら、写真ってもう出てけへんかったわけでして、本人嫌で嫌でしゃあないと思うんですけど、これから出され続けるわけですね、写真をね。ほいでもってね、そのみんながこう橋本さんやっていう人事ではないと思うんですね。で森さんの影が見えてるっていうのでですね、やっぱりいいやなんかなっていう人が多いと思うんですよ。でまあ森さんの騒動が始まって以来ね、ネットメディア等でですね、私がつらつら見てますと、擁護 1.5 批判 8.5 ぐらいの、そういう割合ですね。かすかに擁護なさってる方がいるということは分かりますけども、でも彼の今までのね失言癖、数々の失言、とか見てきますと、全くふさわしいポジションではなかったと。まあその辺のおっさんやったらよかったのにという、その田舎のね、田舎のなんとか体育会の会長とかね、そんなんやったらね、まあまあええや、程度のおっさんでと思うんですけど、国を代表するところに方がいらっしゃってですね、その人柄とかね、普段の座談が上手だとかっていうのはね、それはまあそれはそれでええやんって。でもね、トップになる方がね、やっぱりああいうことをおっしゃってはいけないというわけであって、だからトップにふさわしくない場所にいらっしゃった、ふさわしくないポジションにいらっしゃったわけでして、でそれでこういう騒動になってですね、これ多分
なんて言いますか、もうなんていうか、もう愉快なお隣さんとか大喜びではしゃいでますからね、これね。日本はそういう国やろみたいな。でなんかその次にね、橋本さんが来て、あの写真がまた愉快なお隣さんを喜ばすのかと思ったら、なんかこう嫌な気分になりますよね。だからね、なんでこの人事もね、森さんがお決めになってるわけでしょ。もうこの方。なるべくね、次の会長決まらんから暫定で実務をなさってるというのも、もう出てくんないよと思うんですよね。実務はなさっていただきたいですけども、表舞台にね、顔の出るところにね、もう出てこない方が、なるべく出てこない方がいいんですけど、この方にはそういう感覚がほぼないわけですよね。自分は出ない方がいいという感覚がないわけで、多分自分が発言が、おっしゃったあの発言がですね、それほど大事なんやという自覚も未だにないんちゃうかと思われますね。ご発言等を聞いていますと。ですんでね、表に出てくるべきではないのに、橋本聖子さんを出してきて、しかもご本人嫌がってるわけでして、しかもその簡単な仕事ではないでしょう。これから森っていうのは、いろんなこう難題をこなしていかなあかんし、撤退するにしろ、戦うにしろですね。そんな尋常なポジションではないんで、こういう言うてみりゃタレント気みたいなもんですよ、私から見ると。もう元スポーツ選手であって、そういう方よりもっともう実務だから、川淵さんがね、20歳若ければあれでよかったと思うんですけど、あまりにもご年齢であってですね、それでしかも森さんから頼まれて勝手に決めたっていう手続き上のミスも、森さんだから勘違いしちゃうんですよ。こう自分がもうズタボロになって今下ろされたというふうに思ってないわけですよね。堂々と俺は辞めたったんやみたいな、そういうね、誤った感覚を持ち続けてるということはですね、日本のね、この五輪、東京五輪にとってですね、もういればいるだけマイナスという存在になってると思うんですね。そのこと本人に全く未だもって自覚がないということですんで、これだからね、橋本さんで決まってご就任になるのかもしれませんけれども、まだ何波乱も、一波乱二波乱どころか、もっと予算あるんちゃうかなという気がします。だからあんまりうまいね、よっしゃうまいよ、それでいけるわっていうような人事ではないのではないかなと、もう濃厚な疑いを持って私はですね、このニュースを見ざるを得ないわけで、ますますね、なんかね、五輪開催というものがね、こういうことでね、遠のいていくような、わずかずつでもですね、ちょこ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 っとな、あっと思ってるうちにですね、じゃんじゃん遠のいていく、あるいはこう悲劇に向かって突進しているというような気がしますね。まさにインパール作戦かなと言えてみようやなと思いますね。インパール作戦というのはもうどう考えても無理めの戦いをですね、自ら積極的に仕掛けていって、最後の最後の最悪の段階までこう推進したと、押し進めたと。んで、その何万人というですね、人の命が失われたわけでして、今回、まあ、人の命は失われないとは思いますけども、直接にはね、でも日本の国の国家のね、この在り方というか、国家のまああれですね、尊厳といいましょうか、そういうものをですね、かなりこう貶めるような状態に追い込まれつつあるのではないかなと、もう非常にね、非常な危惧を持ってね、私はね、この状況を見ています。五輪なんて、ね、今ね、やめるって言って、はい、すいません、撤退しますって言うたら、ね、それが一番潔いんですよ。で、無理に開催してね、大事故につながるというのが、これ、最悪なんですよ。これがインパル作戦、まさにインパル作戦なんです。今やったらね、まだね、作戦のね、半分ぐらいしかね、やってないわけで、これちょっとやばいっていう時期なんですよ。このままやっててええんかという時期でして、ここで英断を下してですね、もうやめようやと、あるいはね、その延期工作をして32年でも24年でもいいんですけど、別に
延期につなげるということが大正解、現時点の大正解ではないかなと思ってるんですけど、まあ走り出したらこう止まりませんし、まあ、それを止める英断を下すようなメンツが見えませんよね、登場人物の中に、はい、ということでまたその悲劇の登場人物が一人増えるかもしれないというお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。